いい隠れ家を見つけた。矢倉から山の方を見て。隠れ家、山の近くか。城覚寺の仏塔、寺は壁に囲まれ、その上ハーンの砦にも近いな。そうことは優しくないよ。今は猛虎のものだ。取り返せばよい。馬屋に行こうか。馬はどうしたの？逃亡の折、追っ手の矢を受けて影は死んだ。気の毒に。今は新しい子で我慢して。あれは金の民か。だね、今はルミンだらけだから。叔父上と共に猛虎を追い詰めておれば。なんであの時降伏したの？お主を凶賊として差し出すことなどできなかった。もう憎まれてるけどね。それに降伏しなければハーンに逃げ切られていたはず。叔父上は俺を守りたかったのだろうがな。なんであろうと志村様はバカだ。家督を継がせたいという思いを打ち壊してしまった。正しきをなすためだろう。それが吉と出るかは分からぬ。幾度も証明してきたよ。ハーンを殺して猛虎を追い返せば志村様は許してくれるかな。叔父上の許しは無用だ。こうなったこと悔やんでない？いずれにせよ許されたとて俺は変わらん。私のせいだと思われてる。俺が選んだ道だ。いかなる始末になろうと悔いはない。たとえ罪人と呼ばれようとも。城覚寺は近いぞ。湖に宿営がある。そこから寺の様子がわかるよ。馬を降りろ。歩いて行く。ここの森深いね。隠れやすい。我々にも猛虎にもな。じゃあ開けた地を越えて寺に近づかなきゃ。つまり湖か。捕虜がおるぞ。あれじゃ凍え死ぬ。助けよう。まず宿営、次に寺を制す。のろし術。あれで敵襲を知らせるのか。
말했잖아야고야치토세자새끼못도와라やめてくれ俺がなここで死ぬかと思いました動けるな全て助けたね寺はここより守りが固い焦りは禁物じゃあ物見と行こうか火薬の樽があるぞ使わせてもらおう物見役の旧兵見つかったら狙い撃たれるならば誘い出せばよいえ呪し術を打ち上げおびき寄せて一網打尽にする呪しを上げるしっこれで気を引ける。では戻るか。あいつら、氷の上に来た。始末。慎重に柵を練らねばなあの滝凍ってるあそこを登れば裏に回れるね行くよSure.
片付いた。もう安全だ。下人として死ぬかと思いました。もう終わったぞ。苦しみすら癒せないのに、どうして人を助けることができるか。猛虎もいないし、壁も頑丈。ここなら安全だ。ジン、志村様のこと気になる？俺が望んだことだ。ハーンは叔父上との戦で武士勢を破る術を知った。だが我らを防ぐ術は知らん。鷹の仇取ってやろう。皆の仇だ。